はい、じゃあ後半戦です。はい、どうも。後半戦の前にちょっと気になってたんですけど、ちょっと右から左にこうやってずれてもらっていいですか。はい、この支払い日っていう額なんですか。これでそこ突っ込む。これさ、僕のさ、中学校のさ、大先輩がさ、その人がちょっと大事にしてる言葉でさ、支払い日、人生で一番楽しい日って。どういうこと。だからあれよ、商売するにあたってさ、やっぱね、お金の支払いをしっかりしてくるってところが信頼を得てくんだと。そうまさにね、この格好で出た、ちょっとね、こっちで埼玉の方で出させてもらったライブがあって、でその時にあれはシカゴさんのカバーさせてもらったんですよ。でその時にあれはロシアのバンドさんなんだけど、そうすんごいかっこよくカバーしてる方たちがいて、その人たちの曲。バンド名なんネオニド、モロビエフかな。なんかそう、そんな感じ。大体シカゴカバーバンドで出すと出てくるね、この人たちね。ネオニド・ボロビエフさんかな。ちょっと音出ちゃうね、これ。大丈夫かな、出なかった。あ、いやいや、概要欄にリンク貼っときますんで大丈夫ですか。あ、本当。そうそう、あとはこれのさ、そこの、そう、25 or 64 とかさ、そうそう、このストリートプレイヤーとか、ぜひ聴いていただくと素敵な。いや、確かにうまかったですね。むちゃくちゃ、すごい、本当に。全米ツアーかなんかやってて、今。すごいね。そう。ああ、すごいな。いや、だって英語の発音、なんか超綺麗でさ、わかりやすくて。うん。まあなんかすごい音楽楽しくやってらっしゃるなって思った。服もさ、あれだよね、アメリカの服着てるよね、なんか。サタデーインドパークは聞いたことあるんだよ、シカゴさんのママのやつはね。でも実はその25 or 64 は聞いたことがなくて、知らなかったの僕。でそしたらその反応の、その埼玉県反応のね、ビッグバンドのバンマスから、あ、これ有名な曲だぞって言われて、で教えてもらったのがさっきのさ、そのロシアのバンドさん、カバーバンドさんだったんだけれども、かっこよくて、なんかしっかりカバーしてるんでしょ。ん、基本的にはなんかアレンジとかを加えないで。あ、そう、しっかりカバー、すげえしっかりカバーしてるって。すごいしっかりカバー。そうさあ、シカゴがやってるライブが YouTube にも上がってて見たんだけれども、やっぱそこの、あのね、ギタリストの方のね、ソロがまた素晴らしいは素晴らしいんだけど、でもなんだろう、うん、このカバーバンドの皆さんの聞くのがなんか聞いてる気持ちがいいかもしれない。音色がやっぱりね、40年違うと違いますよね。そうね、そうね、うん、クリアだし、なんかね、すごいんだよね。びっくりしちゃった。うん。ごめん、僕ちょっと7月にライブ出させてもらって。あとね、しっかりね、感染対策とね、ディスタンス取ってね。そうそうそう。僕ね、今、その、ほら、こっちでね、ちょっと参加させていただいてる、ファンドのそのビッグバンドさんの中に、今回その、7人で編成組んでね、その、いろいろ、歌謡曲もあったし、だから洋楽もあったりとかで、いろいろ、そう、だからそのメンバーの中にやっぱプロミュージシャンが何人かいて、でその編成で歌を歌わさせてもらったんだけれども、そう、そもそもビッグバンドだからさ、今そこの20人から30人ぐらいは多分いらっしゃるんだけれども、だそこで歌を歌うっていうので初めて行って、で歌を歌ったら、そこのバンマスの方がちょうど7月の22日にライブあるからさ、ちょっと一緒に出ようよって話になって、でそのビッグバンドの中から出る人募って7人で編成組んで、サラダデイズオーケストラがビッグバンドの名前で、でそこの中のミックスサラダ2って名前だったよ。そう、で、その時にステージ出るのに、ね、赤スーツはやっぱほら、ローラの衣装だから、それでどうするかなと思って買ったのはこれだったんですよ。